エドワード・アダム・デイビスは、アメリカ合衆国ワシントン DC 出身のバスケットボール選手。NBA のミネソタティン・バーウルブズに所属している。ポジションはパワーフォワード。バージニア州メカニクスビルのハノーバー高校に入学し、リッチモンドのベネディクティン高校に転校し、2008年にマクダナルズ・オール・アメリカン・ゲームズに選ばれるとともに、バージニア州のミスター・バスケットボールに選ばれた。 ノースカロライナ大学ターヒールズで2008年からにシーズンプレイし2010年の NBA ドラフトにアーリーエントリーしたトロントラプターズ2010年の NBA ドラフトでトロントラプターズに全体13位で指名を受け2010年7月6日契約を結んだ1ヶ月後に D リーグのエリーベイホークスにアサインされた11月29日に ラプターズに呼び戻され、12月1日に NBA デビューを果たし、ワシントン・ウィザーズ戦で11得点6リバウンド2ブロックを記録した。オンエイプリル後、2011年4月6日、キャリアハイとなる22得点をニューヨーク・ニックス戦で記録した。メンフィス・グリーズリーズ2013年1月30日、トロント・ラプターズ、デトロイト・ピストンズ。 メンフィス・グリズリーズの3チーム間トレードで、ピストンズの低少音プリンス、オースティンデーと共にメンフィス・グリズリーズにトレードされた。この際に、ホセ・カルデロンが、ピストンズに、ルディー・ゲーとハムド・ハダディが、ラプタースにトレードされた。2014年6月30日、グリズリーズから、クオリファイングオファーを得られず、制限なしフリーエージェントとなった。 ロサンゼルスレイカーズ2014年7月23日、ロサンゼルスレイカーズと契約した。ポートランドトレイルブレイザーズ2015年6月9日、ポートランドトレイルブレイザーズと3年2000万ドルの契約を結んだ。2015年11月21日のロサンゼルスクリッパーズ戦で17得点15、リバウンドをマーク。1試合20オフェンスリバウンドは、 グレッグ・オデンが2009年に記録して以来のことだった。全試合ベンチからの出場だったものの高い FG 成功率をマークし、ゴール下で存在感を示した。2017年3月に左肩を痛め、残りの試合を全休した。ブルックリン・ネッツ2018年オフ、フリーエージェントとなったデイビスは、ブルックリン・ネッツと1年440万ドルで契約した。リバウンドに優れ。 特に、オフェンスリバウンドでの競り合いに強く、ゴール下では、脅威となる存在。父親は、ダラスマーベリックスなどに在籍していたテリー・デイビス。ありがとうございます。